船岡さんは、京都府京都市北区に所在する山。京都市北区紫の北船岡町に位置する、標高111.7メートル、面積2万5千坪の大山である。船岡山城の遺構が、県君神社及び船岡山公園として整備、されている。なお、船岡山公園は、京都市の都市計画公園第1号であるが、大徳寺所有地を借地している。 山頂には山頭三角点が設置されている。五山の送り火の見晴らしが良く、当日は混雑する。山名の由来は、都名書図によると、船の形に似るところによるという。船岡山の北側及び南側に断層があり、地学上、隆起した山とされている。平安系の中軸線である、須坂王子の真北に位置しているところから、ゾーに際して、船岡山は、 南北軸の測量基準点となったとの説があり、また、頂上付近には、路頭した岩が見られるため像と以前から、岩倉として信仰されていたとする説があるが、いずれも歴史家、村井康彦の原説を発端とするものであり、村井自身これらについて学問的に考察していない。したがって、これらの説は、今のところ学問的な裏付けのない、俗説の域を出ない。古来、船岡さんは、 継承の地であった。その美観が遠飛ばれ、聖少納言も枕の宗百231段にて、丘は船岡と思い浮かぶ丘の中では一番手として名前を挙げている。一方では党を代表する曹操地でもあり、吉田健康もつれ連れ草137段にて、鳥辺の船岡、ぬ布山にも送る数多かる日はあれど、送らぬ日はなしと述べている。また、 詩人相応説に言う、平安系詩人の現部にあてる説もあるが、鉱山とするには低すぎるため、なお検討を要する。先に述べたように、船岡山は平安初期から早々の地となっている。この点からも、船岡山が神聖であるべき詩人の一つであるとの説は疑わしい。方言元年に行われた方言の乱の後、敗北した。 源のためよしとその子供たちがここで処刑されている。応仁元年、応仁の乱の際に西軍を率いる備前国主語の山名のりゆや丹後国主語の一式吉直らが、船岡山に船岡山次郎を建築して建てこもった。織田信長の死後、豊臣秀吉が、扇町天皇の直居を受け、船岡山に天正寺という信長の病を建設する予定であったが、 石田三成の検索により頓挫する。が、一体は、江戸時代を通じて、信長の霊地として保護された。明治2年、明治天皇の宣言により、翌明治3年東京の天道藩地藩事織田信都市邸内と織田家の丘陵地である、山形県天道市に、県君社が造営され、明治8年に、別格官兵社に、列格した。しかし、 改めて天正時代以来の因縁がある、船岡山に神社を移すこととなり、明治13年9月、社殿が竣工して、東京より先座し、県君神社が創設される。昭和6年には、山全域が、風地地区に指定され、船岡山公園として、市民の憩いの場となるように整備される。しかし、戦前まで田園風景が広がっていた一帯も、 戦後は開発の波にさらされ、2000年代には、船岡山斜面に高層マンションを建設する計画が持ち上がり、建築計画の修正が行われた。船岡山の全体が国の史跡に指定されている2月15日指定。また、京都の自然200戦3月27日、京都府指定、風地地区7月14日、京都市指定にも指定され、地形や、 現状の変更が行われないように保護が図られている。京都市営地下鉄からすません。北大路駅より京都市営バス乗車、船岡山バス停、または県君神社前バス停下車。ありがとうございます。